では今回は度数計算を行いたいと思います。前回はこういうふうに表示されて、あと CPU も 100% から 0% に変わってますね。計算終わっています。でちょっと確認してみましょう。ここに SGF のドットアウトっていうのがあります。ここにチェックを入れてアウトファイルでエディットで見てみます。で下の方を見ていただくと、エラー、これエラーって失敗ではなくてエネルギーの差分ですね。で 0.612 の e のマイナス10の5乗のところまで 0.8 の e のマイナスで EF が、こういうふうになってますよというふうに出てます。で SGF もサイクルもコンバージェンス収束してますよと出てきます。でトータルエナジーも出てきています。でこの他に、このグレップっていうのはターミナルでのコマンドなんですけども、ここに入力するコマンドなんですけども、ターミナルってすぐ分かんないか、こちらに入力するコマンドなんですけども、それでエネルギートータルは並べたらどうなのかっていうのが出てきます。こういうふうになってきます。でエネルギーがこういうふうに変化していきますよっていうのが見えてきます。で、次、これで SGF 計算は問題ないですから、次は DOS の計算いきたいと思います。でクリエイティブ、また DOS からやるときにはまたクリエイティブインプットで、今度は SGF から DOS にします。で、NE 変えたいとか、この辺りの、ここの部分はまたいくつか計算してもらえたときに、どんどんいい値に変えてもらえばいいと思います。で、K ポイントが確か前50だったんですけど、250ぐらいにして、もっと多くでもいいですね。うまくいかないな。で、フルポテンシャルで LOYD で SP。スカラリアチュー、SGF の時とほぼ同じ経験 と、ここの DOS っていうところ以外は同じであればいいです。ここは自動的に決まるっていうのは前回言いましたけども、 eGrid はなってます。でインプットファイルのクイットで、終わらせます。でこれで、インプットファイルのメニューで、エディットインプットファイルで見ると、どんなふうになってるのか見ることができます。で次に、KKRGen のボタンを押します。でクリエイトジョブファイルですね。ちょっと前作っちゃったデータがあるので、うまくいってないですね。ちょっと残念なんですけど。でそうするとまたこの名前のファイルを、じゃあ実行ファイルを探どこにあるのかって聞かれますんで、この時と同じように同じ名前のものを指定してください。で、こちらをエディットで見てみます。で、このソースは、使えませんので、ここはシャープでコメントします。で、MPI の並列は、このパソコンのやつ4コアですので、このようにします。で、あと、ここがなぜか毎回 MPI、MPI ないって二重で書かれるので、1つだけ回します。こことこれが一緒ですね。で、セーブです。で、閉じます。で、ファイルメニューで、ランというふうにします。そうすると、ターミナルでこのように出てきます。ここでターミナル探すときには、ターミナルじゃないな、モニターですね。モニターと入れるとシステムモニターってのが出てきますね。これをチェックしていただくとこいつ出てきます。ちょっとやってみましょうか。これですね。で、もう 100% から 0% も回ってます。で、終わってると確認するときには SGF のときと同じように DOS のドットアウトを選択してもらってエディットで見ればいいと。で、計算が走ってます。で、フィニッシュサクセスフリーと出てきますので、計算がかかってます。じゃあ、プロットしてみましょう。プロットはここのプロットボタンを押すといけます。で、度数ですので、この度数です。で、いろんな景色で出てきます。例えば、いろんな景色ではいろんなデータが出てきます。で、トータル度数は、何も書いてないですよね。これを選択するとこのように出てきます。で、このようにして、ちゃんとギャップができてきて、ちゃんとできてますね。で、計算がうまくいくということです。で、ちゃんとこのフルポテンシャルでの、スカラリラティブスティックの KKR 計算ですよって、ちゃんとコメントにも書いてくれて非常にありがたいんですけども、そういうふうにできます。で、あとは、どの成分がいくつあるのかとか。チタンも今回 10% 入れてますからこのようになってますねということですね。もうちょっと、このギザギザや刻み幅を細かくしたい場合には、値を変えてみます。ちょっとやってみましょうかね。
まあ、とりあえず今回、まあ、ここで一旦終わりにします。